はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ、本当にありがとうございます。今日はカボス畑にやってきました。ご覧ください、カボス。もうかなり実が、それこそどれぐらい、佐藤錦ぐらい、さくらんぼの佐藤錦ぐらいの大きさですかね。直径3センチぐらいかな、径が3センチぐらいの大きさになってまいりました。もう撤荷しないとな、そろそろ撤荷だなっていうところなんですけれども、今年は、たわわに実がついておりまして、嬉しい悲鳴&撤荷も忙しいぞという、そういう感じがしています。でですね、今日私が作業するのはこのカボス畑の1段上と2段目にですね、ブルーベリーを植えている畑があるんですね。あまり圃場自体は広くはないんですけれども、ブルーベリーと、あとはガーデニングのところは私の担当なので、草が伸びてきて草丈が上がってきているので、今草を制しとかないとですね、たまたま今日は雨降ってないんですけど、梅雨時雨がどんどん続いて作業ができなくなると草丈が元気になっていくので、それに負けないようにその前にですね、今日は買っていきたいと思います。今日ですね、私ちょっと天気もこんな梅雨時なので、用心を兼ねてね、去年でしたよね、去年のちょうどなんかマックス、私が結構ふくよかだった頃、ぎっくり腰をしたんですね。でその時に購入したものなんですけれども、これをですね今日巻きました。ガードナーさんのとこのガードナーベルトですね、はい、この株式会社ガードナーさんのこのガードナーベルトは腰のサポートにすごく良くて、こういう作業の時、特にこうし、私の場合は湿度が高くなったこういう春から夏に向けてぐらいの時期が一番腰に負担がかかる感じがしました。今年はそうでもないんですけど、去年は見事ぎっくり腰をやってしまって、今年は去年よりも結構いろいろ作業してるはずなんですけれども、なんか別にそこまでの違和感はないんですが、ちょっと用心のためにですね、今日はこれを巻いて作業したいと思います。今日はそういった草刈り動画になりますけれども、どうぞ最後までのご視聴よろしくお願いいたします。雨が降らないうちに頑張ってまいりましょう。
狭い1枚なんですけどね、なんかやっぱナイロンコードでだとしても、まあ、チップ層じゃないにしてもですね、あの株元は怖いですね。なんかパッて触れたらどうしようってやっぱ思っちゃうの で、ナイロンコードって実際にチップ層はそのものズバリが丸見えですけど、ナイロンコードはバーって回転かけてるから、あの風圧とナイロンコードそのものがどこまでいくかっていうのがこう明確に私まだ感がないんですね。だからなるべく避けて避けて株元行かないようにっていう感じでおどろおどろとやってたと思うんですけども、まあ、これも慣れですよね。やっぱ角度とか考えてこうやるといいよっていつも言われるんですけど、もう角度どころかなんか水平にチップ層感覚でやってしまうところがまだあって、まだまだなんですけどね。じゃあ次2枚目上の段行きたいと思います。やっぱりダメだ、一回下ろさないと無理。なんであれだってできるのかな。動いて途中ちょっと引っ返す形でやってきましたけど、まあ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 枯れてますね。よしとしましょう。でここがこれね、飛散防止のこのガードつけてるんですけど、今日はなんか飛びますね。風向きの関係かな。なんかえらい今日は飛んだなって感じですね。まあ作業してるんですからね、汚れるのは当然のことですから、まあ頑張ってまいりましょう。今度はどうかな。ブンといかない。頑張ろう。
今ですね、なんか枝に当たったんでカッって言ったんですよ。それでこの間なんか障害物に当たった時にナイロンコードが吹き飛んでいってたので、ちょっと止めてみたんですけど、まだちゃんとついてます。よかった。さて、もうだいぶ向こうまでだいぶ行ったので、まあ、株元を避けてちょっとあちら側を仕上げていきたいと思います。自分の身を守るためとはいえ、ヘルメットにこれは暑いですね。今日はですね、この山新生協さんのアイスジーを巻いてたんですけども、まあ、それでも今日は蒸し暑いです。大方です。私の作業はいつもそっここ適当ではあるんですけれども、とりあえず、まあ、株元を避けて、ブルーベリー畑買っていきました。まあ、ブルーベリーの今をね、ちょっとお見せしましょう。こんな感じですね。もう植えて3年目かな、になるのかな。ものすごく実がよくついてます。ついてますよ。隣の木もね、こんな感じでよくついてますよ。今年は豊作ですよね。まあ、鳥にやられないようにしないといけないですね。これこれ、ここも結構ついてますよ。嬉しいですね。これだけあったら多分里山ボックスに入れることができそう。ということで今日はブルーベリー畑の草刈りをしました。まあ見事に草が跳ね返ってくるんですけども、多分ねこれ私のねやり方が悪いんだと思うんですよ。まあ、見事に今日は結構つきました。結構つきました。でもまあ何もやってないよりは多分随分違うと思うんです。これやってなかったらもっとひどい状態、ここら辺もすごい状態になってたと思うので、なるべく夏はですね、自分の身にいろいろつけるのは極力避けたい。暑いから、まあ、空調服とか、まあ、そういったものをつけてね作業することがこれから望まれるんだと思うんですけれども、今日はまあ薄曇りだったので、まあ、こういったちょっとした軽装でやってみました。最後までのご視聴本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。トヨタマでした。バイバイ。